大きな拍手でお迎えください。続きましてこの方々が帰ってきてくれました。列車戦隊特急長の皆さんです。果てしない線路の向こう側、輝いているものは何だろう。それでは皆さんをご紹介させていただきます。まず忍忍者の皆さんよりご紹介いたします。赤忍者伊賀崎隆春役、西川俊介さん。青忍者加藤クラウド薬も役、松本岳さん。黄忍者松尾凪役、中村海人さん。白忍者伊賀崎風花役、矢野優香さん。桃忍者桃地霞役、山谷霞さん。スター忍者金次滝川役、田和田秀也さん。続きまして特急長の皆さんをご紹介いたします。特急1号ライト役、志尊淳さん。特急2号トカッチ役、平巻仁さん。特急3号ミオ役、小島リリアさん。特急4号光役、横浜流星さん。特急5号神楽役、森高愛さん。特急6号虹の明役、長浜慎さん。さあ皆様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんを代表して西川さん、志尊さんよりご挨拶をいただきます。まずはじめに西川さん、お願いします。はい、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、皆さん本日をお集まりいただきましてありがとうございます。はい、今回の映画は特急者と忍忍者のニンタリティとイマジネーションのコラボレーションをぜひ皆さん、見て楽しんで見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。志尊さん、お願いします。はい、皆さん明けましておめでとうございます。ですね、2016年のスタートがこうやって特急者として、こうやって皆さんと過ごせることが本当に幸せに思います。忍忍者対特急者の映画の魅力をぜひ皆さんに届けられたらなと思いますので、今日は最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて本日のゲストなんですけれども、ステージ上の皆さんだけではございません。この方も駆けつけてくださいました。闇博士マーブロ役、お笑いコンビ南海キャンディーズの山ちゃんこと山里亮太さんです。どうぞステージにお越しください。お待たせいたしました。どうも皆さん、主役の登場ですよさあデータいっぱい写真撮ってちょうだい。どうせ消せるからね。どうも子供たち、急に黙ったね完成は、あ、そうそう、ありがとう、うん、どうもどうも、ごめんなさいね。さあさあさあ、ありがとうございます。みんなが僕のこと呼んでくれないから、ちっちゃい声で志尊くんが山ちゃんって言ってくれるんです。気を使わしちゃってるよ、ヒーローに。マーブロなんだけどね、うん。どうも皆さん、よろしくお願いします。山里亮太でございます。お邪魔いたしますありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。どうもお願いします。
さあ本当に今日は駆けつけていただき嬉しく存じます、はい、改めてでございますが山里さんよりぜひご挨拶お願いいたします。はい、皆さん明けましておめでとうございます。闇博士マーブル役山里亮太でございますね。これからねまだね皆さん見る前なのかな映画を、うん、だからかな子供たちがまだみんなで僕を笑顔で見てくれてますけども、映画を見終わったら多分僕のこと嫌いになると思うんでね、お母さんたちネットとかしないように止めてあげてくださいということで今日よろしくお願いします。お世話になります。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それではこれより時間が許す限り私よりお話を伺っていきたいと思いますので皆様どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ではまずは西川さんそして志尊さん伺います。ついに映画が完成いたしました。おすすめのかっこいいポイントまずは教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。さあ西川さん、はい、いかがでしょう。かっこいいポイントですか。やっぱり俺はい、なんだろうな、やっぱり特急ジャーとニンニンジャーのあの変身とかもうほんとレアですし、あとはい、今さ、リーダー喋ってんだからみんな後ろでさそう、ね、今の突っ込んだ方がいいとかやめてあげてよねえ、いや、かっこよかったんだからいいじゃないもん。あと、そうだな、特急ジャーとニンニンジャーのアクションとかほんとマジでかっこいいのでぜひ皆さん楽しんでみてください。